さあ始まりました一人下品デッキ選手権、今回ですね、どれほど下品な盤面を作れるかこちらをですね、一人で競っていきたいというふうに思っております。さあ今回は実況解説席には、クソデッキ製造でおなじみクソデッキ製造工場長こと、リュウさんに、来ていただいております。よろしくお願いします。あ、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ、工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、あの下品デッキ選手権ということで、まあこういうね、まあデッキ、構築、まあ得意分野でございますんで、まあ今回ですね、皆さんにね、やべえ展開をね、お見合いしていこうというふうに思っております。まずですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがありましてですね、まあこのデッキ、あまりにもソリティアが長いんですね。あまりにもソリティアが長いし、コンボパーツを集めるのにめちゃくちゃ時間かかるということでですね、まあちょっとルーム戦で、対戦をしております。まあ待ち時間、持ち時間じゃない、持ち時間はもう本当にもう無限、900秒ほど、用意しておりまして、960秒ほど用意しておりまして、コンボパーツを集めるギミック、こちらですね、原初の種、原初の種ループと言われるやつですね。好きなカードをゲームから除外して、まあ、それをまあひたすらに回収していくというムーブがあるんですが、まあ、こちらのギミックを採用しているため、かなりね、ソリティアが長いと。いうことがありまして、あと早送りなどを活用していく、ことになると、思われます。おそらくね、今回のデッキのポイントは何なんでしょうか。あ、今回のデッキのポイントはですね、基本的にどれだけ下品な盤面を作れるかっていう、まあ、ちょっと最終盤面はね、私の方で説明していきたいなというふうに思っているんですが、まずですね、ソレティアの部分に関してはですね、まあこれおそらくですね、見てると多分日が暮れると思いますんで、ちょっとまあ一旦、早送りかなんかをして、対応していこうかなというふうに思ってます。基本的にはですね、揃えなきゃいけないその盤面というのはですね、まあ、ユニオンキャリア を出して、カオスソルジャーを装備し、そして、電脳解雇シェンシェンというね、フィールドから墓地を送られるカードが除外されるよっていうね、モンスターがいるんですけども、この盤面を揃えていくことによって盤面が完成すると。でさらに原初の種を引いている状態であると、この盤面が整うんですよ。さあ、どうやらクソロキ製造工場長、そろそろ盤面が整ったようですね。さあ、リプロドックスと謎のカバで、ユニオンキャリアを出していく。そしてユニオンキャリア自身の、カードを装備していく模様です。さあ、ユニオンキャリアの、を対象に取り、デッキからカオスソルジャーを買い上げました。こちらですね、装備していくと。こうなるとですね、基本的にその封印の黄金術を発動して、で、原初の種でその除外したカードを回収していくことによって、無限に原初の種で原初の種を回収するという動きができるんですね。こうなると、もう完全に無限ループと言われているこのコンボが完成しまして、 OCG の方ではですね、原初の種制限カードに指定されているわけなんですけれども、なぜかマスターデュエルでは原初の種が完全に無制限となっているため、3枚詰めるんですね。このカード3枚詰めると、もう無限ループがもう発生し放題ということで、この動きを繰り返していくことによって、デッキ内のコンボパーツを全てゲームから除外し、後で回収するというね、そういう算段なようですね。リュウさん、ちなみにこちらのデッキ、一体何枚コンボあるんでしょうか。あ、コンボ枚数はですね、3枚やってまして、基本的に封印の本質、原始の種、マジックロニクル、この辺りの中から2枚と、それから、ヒーローアライブ、1枚を、これを手札に加えることができれば、すべてのコンボパーツは揃うという話ですね。あ、おっと、これはリュウ選手、そろそろこれあれですね、コンボパーツが整ったようなので、コンボパーツを、除外ゾーンから回収するという動きをしていく模様です。さあ、原初の種を無限に打っていくことによって、原初の種と、コンボパーツを無限に回収することができます。これによって、手札に好きなパーツを加えることができると。ちなみに今回のストルティアなんですが、なんとですね、先行で20分ほど、カードをぶん回していた模様です。非常に迷惑ですね。20分もの、時間を使って相手に下品な盤面を見せつけるだけのデッキ、こちらをクソデッキと言わずして、何をクソデッキというのでしょうか。さあ、ここでやっとコンボパーツの11枚が揃った模様です。さあ、まずは異次元の精霊を特殊召喚、こちらはですね、幼女ですね。さあ、幼女を特殊召喚し、ちなみにこれ相手の盤面に送りつけているのはあれ女子高生ですね。はい、これはあれですね、いわゆる、遠行というか、パパ活というかね、ちょっとお金を払って、今回はぶっかけさせていただくといったところですね。さあ、ここでまずは、フルードバロネスとかいう意味不明なモンスターを出し、これは別にレベル10であれば何でもいい模様です。さあ、ここで、ペンデラムスケール、0から9、1から8のモンスターが同時に召喚可能ということで、まずはここで龍選手の睾丸から製造された、今和式おたまジャクシーですね。今和式おたまジャクシーを睾丸から製造していく。そして、回転の効果で手札に戻っていく。
さらに、フルートバロネスの効果によってこのペンデラムスキルは邪魔なので一回破壊していくということですね。さあそして、墓地で存在するモンスターを全部戻しまして、究極封印神エクゾディオスというね謎のレベル10モンスター、これを特殊化しています、まあ、これに関しては、まあ、レベル10であれば何でもよかった模様です。さあここでレベル10のモンスターが2体並んでいきましたね。さあこれは不穏な動きを見せていますよ、龍選手。さあまずはオタマジャクシとオタマジャクシをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れろ射精を導くサーキット、召喚条件は禁じられたオタマジャクシ2体、リンク召喚、現れろ我慢汁、おっとこれは我慢汁と呼ばれている模様ですね。そしてレベル10のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚。さあフルルドバロネスと究極封印神2体を使って何をエクシーズ召喚していくんだ。おっとこれはおっと弾痕か、弾痕ですね。さあこれは大きな大きな弾痕が一気に立っていく。ちなみにリアルの方の龍さんの弾痕の方はポークビッツに等しいと言われています。さあここでおっとこれはグスタクマックスに何かを装備している。これは金の玉ですね。これは金の玉だ。さあこれは金の玉を弾痕に装備していく。なるほど。そしてここで何をしていくんだ。さあまずはグスタクマックスの効果を発動するのか。この目の前にあるこの白いモンスターはこれ白い液体ということですね。つまりね、どちらかというと、まあ、弾痕を生きり立たせる前に出ているので、まあ、我慢汁に近い、どちらかというと、まあ、カウパーといったところでしょうか。さあ、ここで、龍選手、オフェラをしてもらおうとしていますが、これをお店のオプションに入っていなかったため、フェラは禁止ということでしょうか。これは完全にプレミですね。お店のルールを読んでいなかった模様です。これは完全にオプションから外れていた。オプション料金を払ったのに、フェラは禁止されていた。これは厳しい。これはプレミですね、完全なる。これはもう行くしかない、もう行くしかない。ここでギンギンにしていく模様です。さあまずはグスタクマックスの効果によってギンギンにしていく。そしてこれは一体何を、あなるほど、これは禁じられた聖杯、あこれはあれですね、これ禁じられた液体ですね。これ禁じられた液体を女子高生にぶちかけていく。まずここでぶちかけていく。なるほど、ここで禁じられた液体をぶちかけてからの、これはおっとトリスマギスタス三賢者、賢者モードだ、賢者モードだ、これは賢者モードに突入、賢者モードに突入して、おっとどうするんだ、おっとこれは魔界の軽落か、デスポリス逮捕だ、逮捕です。無許可でしてしまった結果逮捕されました、龍選手。これは厳しい、これは完全に逮捕されてしまいました。おっとこれは完全に監獄送りか。おそして監獄の中で、金の玉を去勢手術によって切除されてしまった模様です。さあこれでもう無許可でなくすることはできない。おっとここでおっと韓国送りだ、これは厳しい、完全に収監されてしまった。もう無許可出しをすることはできない、まずいです。龍選手完全に逮捕されてしまった模様、これは厳しい。気持ちよくなった代償は非常に大きかった模様です。